姉ちゃん聞いた聞いた。私ね、ついに結婚が決まったの。彼氏にプロポーズされちゃった。え？おめでとう。ありがとう。でね、早速なんだけど、2ヶ月後に結婚式あげることになったの。それは急すぎじゃない？両家の挨拶だってあるし、結婚式準備には時間がかかるだろうし、もうちょっとゆっくり動いた方がいいと思うわよ。でも私も彼もそんなにお金ないし、後世の結婚式はできるわけでもないから、サクッと簡単に終わらせたいんだよね。もし時間をかけて準備したら、きっと私のことだからお金たくさん使っちゃうし、確かに、ひなは後先考えないでお金を使うことがあるものね。でしょ？だから結婚式はパパッと終わらせちゃうの。友達とかたくさん集めて楽しい食事会みたいな式でいいかなって。楽しそうでいいじゃない。ひならしい素敵な結婚式だと思うわ。ありがとう。それでね、実はそのことでお姉ちゃんに相談があるんだ。悪いんだけど、結婚式には欠席してもらえないかな。友達中心の結婚式にしたいって言ったでしょ？だから家族の出席も最低限にしたいのよね。お父さんお母さんはさすがに招待するけど、お姉ちゃんには欠席をしてもらいたいの。最低限って私は姉なのよ。親戚のおばさんとかならともかく、実の姉が欠席って。実は婚約者が一人息子なんだよね。彼には呼べる兄弟がいないの。なのに私だけ姉を連れて行くとバランス悪いじゃん。お互いに親だけ招待しようって決めちゃったの。決めちゃったって。もう、新郎さんもそれを望んでいるなら仕方ないわね。わかったわ。私は結婚式を欠席するわ。ありがとう。でもその代わり、後日たくさん写真を見せてもらうわよ。私のためにたくさん写真や動画を撮ってきてよね。はいはい。あ、それと、最後にお願いなんだけど、お姉ちゃんの欠席はみんなに秘密にしておいてね。私たちの希望とはいえ、とやかく言ってくる人がいるかもしれないし。そうね。私からは黙っておくわ。ありがとう。じゃあ彼に報告してくるから、またねー。お姉ちゃんたらひどいよ、こんなのって。どうしたの？しらばっくれないだよ。結婚式誰も来ないって言うからおかしいと思ったの。それで友達に聞いたらお姉ちゃんが原因だったんだね。姉より先に結婚する妹が気に入らないって、みんなに欠席を命令したんだってね。はぁ？ちょっと待ってよ、私そんなことしていない。そんなの私がするわけないでしょ？いや、動機なら十分あるわ。妹の私が先に結婚するのが気に入らないんでしょ。だから私たちの結婚式をぶち壊そうとしたんでしょ？はぁ？そうだよね。私と違ってお姉ちゃん浮いた話が一つもないもんね。そのせいで30歳の今でもまだ独身だもん。24歳で若々しく結婚する私が憎くてたまらないんでしょ？ちょっと待ってってば。冷静になってよ。私本当にひなのことなんて恨んでないし、欠席しろだなんて誰にも言ってないわ。でもみんながそう言ってたもん。全部お姉ちゃんの命令だって。じゃあそのみんなってのは誰か説明してよ。私がそいつら一人一人にどういうことなのか聞いてくるわ。みんなはみんなよ。個人情報だから誰が言ったか教えてあげないもんね。それじゃあ私の無罪を証明できないじゃないの。別にそんなの証明する必要ないでしょ。お姉ちゃんのせいで私の結婚式は台無しになったの。その事実さえあれば何も問題はないわ。だからお姉ちゃんにはキャンセル費用全額出してもらうんだから。はぁ？挙式まであと1ヶ月だったのに。でもお姉ちゃんの嫌がらせのせいで誰も来ないから。結婚式はもう中止するしかないの。だからそのキャンセル費用を払ってよ。なんで私が払うのよ。私は何も関係ないのよ。よく言うよ。中止に追い込んだくせに、結婚式をぶち壊した人が責任を取るのは当たり前でしょ？ごちゃごちゃ言ってないで早く振り込んで。だからそれは誤解だってば。ねえひな、一回ちゃんと冷静になって。私としっかり話し合おう。妹の結婚を逆恨みするような人の言葉なんて聞きたくないね。とにかくとっととキャンセル料金払ってよ。合計300万もするんだからね。300万？キャンセル費用だけでそんなにするの？キャンセル費用 100% って言われていたの。その他私のレンタルドレス代とか色々あったの。だから合計300万を早く払ってよ。そんなの嫌よ。なんで何もしていないのに払わないといけないのよ。一回みんなを集めて話し合おう。悪いけど、お父さんお母さんも集めて、みんなでどういうことなのか真相を確認する必要があるわ。そんなことしても意味ないって。どんなにお姉ちゃんが否定しても完璧な動機があるんだもん。きっとみんな私の味方よ。そんなのわからないじゃない。いいえ、そうに決まっているわ。ていうか、そうじゃないと困るのよ。え？というわけで早く振り込みよろしくね。式場からもキャンセルするなら早く振り込めって言われてるの。早く振り込まないとどんどんキャンセル料が増えていくんだって。そんなキャンセル料金聞いたことないわよ。最初からキャンセル 100% なのにそこからどうやって上がるのよ。そんなの私が知るわけないじゃん。とにかく、急がなきゃやばくなるのはお姉ちゃんだよ。大変なことになる前に払った方がいいと思うんだけど。大変なことって？具体的に教えてよ。大変なことは大変なことだよ。もういいから早く振り込んでくれないから。全部お姉ちゃんのせいでこうなってるんだからね。身に覚えがなくても責任だけは取ってもらわないと。妹が先に結婚するのを恨んで全員に欠席を命じるなんて。キャンセル費用300万は全部お姉ちゃんが支払うんだからね。自作自演もいい加減にして。え？もう付き合ってられないわ。ひなの今までの言動で全て理解した。そうやって姉から金を巻き上げようとしても無駄だからね。ちょっと何言ってるのよ。自作自演って別にお金を巻き上げようなんてしてないし。まだそのくだらない嘘を貫き通すの？そうやって被害者面するのは自由だけど、そこそこにしておかないと痛い目見るわよ。え？全部バレてるって言ってるでしょ？何が招待状を出したのにみんなから欠席の連絡よ。最初から結婚式の招待状を作っていないくせに。何を言ってるのよ。ちゃんとみんなにも出したもんね。でもみんなからは欠席の返事が来たんだもん。じゃあその欠席に丸がついた招待状を見せてくれる？え？もちろん手元にあるよね。証拠として見せれるよね。そんなもの捨てたわよ。あまりにも悲しく全部捨てちゃったわ。捨てたって言うんだ。じゃあ確実に招待状を出したのね。だからそう言ってるでしょ。中学、高校、大学の友達みんなに招待したもんね。でもみんなお姉ちゃんのせいで欠席するって言ってたんだもん。じゃあ招待されていない友達はひなにとって友達じゃないってことなのかしら。はあ？急に何を言ってるのよ。悪いけど私、あんたの友達全員連絡を取ってあるんだからね。え？結婚式に出れない代わりにサプライズで花束でも送ろうかと思ったのよ。それで協力者を探すためにあんたの友達に連絡を取ったの。なんでお姉ちゃんが私の友達と連絡なんて取れるのよ。私の仲がいい子なんてよく知らないでしょ。そんなのあんたの SNS アカウントを見たら一発でわかるわよ。フォロワーとかコメントを付き合ってる人たちを見れば、どんな子たちと友達でどれだけ仲がいいかぐらいはわかるわ。で、目星をつけた子に DM したの。そしたらびっくりよ。結婚式の招待状も来ていないし、結婚することもまだ聞いていないって。なんかおかしいと思ってあんたのフォロワーにいる友達に次々と連絡を取ったわ。そしたら誰も招待なんてされていないって言ってたわよ。ひなのお友達は一体どこにいるのかしらね。嘘でしょ。みんなに DM したの？極めつけは式場よ。悪いけど約束を破ってお母さんに聞いたから。お母さんに結婚式のこと聞いたの？お姉ちゃんはずっと黙っててって言ったじゃん。だから悪いけどって言ったでしょ。それよりもどういうことか説明してくれる？お母さんから式場を聞き出して直接確認の電話をしたけど、あと1ヶ月後の結婚式どころか1年後の予約をしてあるみたいじゃない。結構人気の式場で1年待ちなんだってね。それでも契約金は早めに払わないといけなくて、その振込期限が今週中なんだって。金額はおよそ300万程度ってとこまでなら教えてくれたんだけど、なんだか聞き覚えのある金額よね。それらを踏まえて私は全部ひなの自作自演だと思ってるんだけどどうかしら。これでもまだ私が結婚式を中止にしたって騒ぐつもりなのかしら。もう分かったよ。全部話せばいいんでしょ、話せば。そうよ。お姉ちゃんの言う通りよ。お姉ちゃんがみんなに欠席を命じたっていうのは全部でっち上げよ。それで奪ったキャンセル費用を結婚式費用に当てる計画だったのよ。なんでこんなことをしたのよ。お金が必要なら両親に頭を下げるとか方法はいくらでもあるでしょ。とっくに頭は下げたよ。でもダメだったからこれしか方法がなかったんだよ。え、そうなの？プロポーズされて二人で人気の式場も抑えられて嬉しかったのに、まさかこんなすぐに支払いがあると思わなかったんだもん。私も彼も1年かけて貯金しようと思ってたからお金ないし、最初にお父さんお母さんに頼んだけど、今まで散々貸したり助けたりしたからもう知らないって言うし。姉の知らないところで随分と両親迷惑をかけていたのね。彼も親からお金を借りれなかったみたいで途方に暮れてたの。でも支払いの期限が迫ってるし、もういっぱいいっぱいで。そんな時に彼がこの作戦を思いついたんだもん。お姉ちゃんに濡れ衣着せてお金をもらおうって。なんて最低な心労なのよ。私にも直接頭を下げるとか方法はあったじゃない。私もいろいろ焦ってたんだよ。でも仮に正直に頼んでも300万なんて大金貸してないでしょ？っていうか貸してもらっても返せる当てもないし、だからどうにか返さなくてもいい方法で300万が欲しかったな。その方法しかないと思ったの。呆れた新郎新婦ね。それで、姉の私に濡れ衣着せて、まんまとキャンセル費用をゲット。あとはそのお金で本当の結婚式を行うってわけ。でももう作戦バレたし、こうなったらしょうがないわ。一旦振り出しに戻って正攻法よ。お姉様、お願いします。妹に300万をタダでください。わかりました。正直に話してくれたのでいいですよ。なんて言うわけないでしょ、このバカ妹。式場には今すぐキャンセルの連絡をしてコツコツ貯金してきなさい。そんなの嫌。1年待ちでも早い方なんだもん。あの式場すっごく人気で、もしキャンセルしたら次はいつ予約が取れるかわからないよ。そんなの知らないわよ。お金がないなら仕方ないでしょうが。だからお姉ちゃんに頼んでるんじゃん。ご祝儀って形なら私たちにお金くれるでしょ。ご祝儀300万を私たちにちょうだい。今のうちに渡してくれたら、式当日は手ぶらで来ていいから。はぁ、ご祝儀に300万よこせですって？ご祝儀って名目ならお姉ちゃんも渡しやすいでしょ？お願いだよお姉ちゃん。今度はちゃんと友達みんなを呼ぶしお姉ちゃんも招待するから、姉ならご祝儀300万ぐらい余裕で出してくれるよね。もう誰も来てくれないわよ。え？あんたの計画は失敗したの。友達も失うことになるんだし、もういっそのこと諦めなさい。誰にも祝ってもらえない結婚式に私はご祝儀を1円も出しません。何言ってるのよ。みんなに祝ってもらえる結婚式になるに決まってるでしょ。お姉ちゃんが300万のご祝儀くれたら結婚式はできるんだから、私が何百万出しても結婚式なんてできないわよ。友人知人誰一人来てくれない結婚式なんてありえないもの。どういう意味よ。みんなは来てくれるもん。招待状はこれからだし、そしたらみんな出席に丸してくれるもん。これは噂に聞いた話なんだけどね。どうもみんな、勘違いが勘違いを生んで、あんたと縁を切ろうとしている人が大勢いるみたいなのよ。はぁ？私が SNS で片っ端から招待状は来ているか聞いたでしょ？それをなぜか友達だと思っていたのに私にだけ送られてないって勘違いしてる子は多いみたいだね。結婚も知らされていなかった、もう友達じゃないって言い始めてる子は増えてるらしいのよね。嘘でしょ？フォロワーが一桁になってるんだけど、友達だけでも500人はいたのに。なんかごめんね。ごめんで済んだら警察はいらないのよ。どうしてくれるのよ。お姉ちゃんのせいで友情に亀裂が入ったじゃない。姉妹の間にも亀裂入ってるけどどうする？私お金のために冤罪ふっかけられたんだけど。それは、もともとは自分が蒔いた種でしょ？悪いけど自分でどうにかしてちょうだい。それじゃあね。妹の日野は大当てで友達みんなに、本当の結婚式は1年後にするつもりだったの。だから友達を辞めるなんて言わないでと今回の経緯を説明したようです。しかし、姉の私からお金を奪うためだったと計画の全容も説明してしまったようで、逆に友達はみんなドン引き。そのまま友達とは決別する形になってしまい、結局せっかくの結婚式もキャンセルの連絡をしたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。